あ、すいません、本当、あ、サンダーさん、ポートランドさん、あ、ジャズさんもすいません。ちょっとね、我々ちょっとそこの席なんで、あ、ペルカンズさん、すいません、そこどいていただいてもいいですか？我々ちょっと9位の席なんで、あ、ちょっと10位の席にね、はい、どいていただいて、はい、しゃった。いい眺めだぜ、9位は。プレイン圏内だぜ。お前らやっとだな、こんな低空飛行でよ。ずっと13位にやがってよ。やったぞ、バラ。まあまあまあ、とはいえね、相手はやっぱね、エースのジャモランとかね、まあちょっとあんなことになっちゃって、僕も昨日ちゃんと動画上げてるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、まあとはいえ、素晴らしい勝利でした。さあ、試合の話いっちゃいましょうか。まず第1クォーターからなんですけど、まあ非常にロースコアな立ち上がりでしたね。まあ、レイカーズとしては、まあ AD はね、相変わらず化け物だったんだけど、それ以外の選手のターンオーバーっていうのがすごく目立ってました。で、対してグリズリーズっていうのも、まあやっぱジャがいないっていうことで、なかなか攻め手に欠けるなっていう立ち上がりでしたね。で、今日ちょっと最初にお見せしたいのが、ディフェンスプランです。グリズリーズが、レイカーズのここが嫌だっていうのを最初に決めておいた上で、第1クォーター、最初に対応したディフェンスがこちらなので、ご覧ください。今日のテーマはディフェンスプランについてですね。やはりグリズリーズとして怖いのは AD の攻めとこのシュルーダーとのピックアンドロールなんですね。なので第1クォーターの序盤っていうのはディロン・ブルックスがシュルーダーのハンドラーのマーク、ゼイビア・ティルマンっていうのが AD のロールマンディフェンスを担当していました。実際ここのシーンではそのディフェンスプランがうまくいったって形ですね。おさらいがてらグリズリーズの意図も確認しておくと、やはりブルックスっていうのがグリズリーズの中でベストガードディフェンダーなので、これシュルーダーとか、まあ、ハンドラーリーブスなんかにもすごいついてて苦しめていましたけど、ロールディフェンダーのティルマンっていうのもめちゃめちゃガードにつくの上手い選手なんですね。なのでこういうシーンで AD とシュルーダーの両方にある程度つけるティルマンっていうのはとても前半レイカーズたちは効いていました。ティルマンは全然身長はないんですけど、フットワークが軽くてフィジカルが強いディフェンダービッグマンなので、高い位置からであれば AD のポストアップもあんまり苦にしませんし、シュルーダーがピックを使ってマークマンを変更されてもある程度ついていけるっていう強みがあるので、素晴らしいプレイヤーだと思いますね。まあっていう感じですね。もうティルマンっていうのはめちゃめちゃそういう意味では要所ピンポイントでは使いやすいビッグマンですね。ちょっと身長がないので、やはりこうジェジェジェがいないとさすがにリムプロテクト能力ってのは下がっちゃうんですよ。ティルマンは横に守るのが上手いディフェンダーなんで、今日ジェジェジェがいる時間帯ってのはすごいレイカーズ的には苦しかったんですけど、逆にアルダマとかコンチャー、ゼイビアだけの時間帯っていうのは AD が無双してたっていう形ですね。では第1クォーター後半からね、2クォーターにかけての八村めっちゃ素晴らしかったね。ディフェンスは要所でアルダマにちょっとやられちゃうシーンもあったんだけど、まああれはアルダマがちょっとうめえなって感じだったね。すごいスリーポイントとか確率も良かったしね、彼は。で、それに対して八村はオフェンスに対してはめちゃめちゃ積極的で確率も良かったんで、でもちょっとオフェンスにおいてボールもらうシーンで気になったシーンがあるんで、こちらも見てほしいです。すごい厳しい見方かもしれないんですけど、まあここね、リーブスがハンドラーとして、八村がスクリーナーとしてロールしますね。ピックアンドロールの形なんですけど、ここですね。狭い、もらう、位置が狭い狭い。それはリーブスパスも出せないし、これシュートに行くにしても狭いよね。もう完全にジョーンズがいいディフェンスをしてもう外れちゃうってシーンなんで、ちょっと八村のもらう位置が悪すぎたかなって感じですね。もう一回おさらいしてみると、まあまずスクリーンまでの動きはいいですね。このスクリーンでボールをもらいに行こうとする動きなんで、これはめっちゃいいんですけど、僕ここでポップアウトしてもいいかなって思ったんですよね。ポップっていうのはロールっていうゴール下にダイブする動きと逆で、外に開くっていう動きなんですけど、そう、こんだけ狭くてグリズリーズの選手のディフェンスも上手いから、まあ、八村ね、もしかしたらハムからの指示でそういう決まりがあった上でロールをしてたら、あ、それはもう俺の意見の及ぶとこではないんだけど、まあ、ここ結果論だけで見ると八村は別にミドルレンジの確率ね、今日悪いわけではなかったんで、ポップアウト、スリーポイントまでいかなくてもミドルのディフェンスがいない位置でミドルレンジ打ってもいいんじゃないかなと思いましたね。皆さんの意見もこれ教えてください。まあっていう形で、今日八村一人でクリエイトする能力っていうのはすごい高かったんですけど、ボールをもらいに行くっていう点ではまだまだっていう点があるんで、まあ、これは厳しく、もう愛をある形で見ていければなって僕は思っております。まあ、あとね、 AD が途中で鼻怪我しちゃったんで、まあ2クォーターの後半から帰ってきたんだけどね、ちょっとその時間帯はね、ガブリエル一人だときつかったね。やっぱジェジェジェとかの高さには全然やっぱ対応できてなかったね、ガブリエルは。今日バンバが怪我でね、出れなかったところもあるんで、ここはしょうがなかったかなと思います。で、まあ第3クォーターに入ってからなんですけど、コロイブラウン調子乗ってたね。めちゃめちゃバーンダンクしたりとか、なんかなんちゃってバックパスキュッつって、ちょっと弱くて、ああ、取られ、ああ、ああ、入るんや、おー、みたいなのとかあって、トロイブラウンめちゃめちゃ良かったっすね。まあ、あと、相変わらずもう AD は終始今日やばかったね。もう AD がいる時間帯で、なんとかグリズリーズはしたかったんだけど、ジェジェジェを被せないっていう戦法を通ってたね。AD が出てる時間帯は、ティルマン、アルダマとかをセンターに添えた上で、時間を被せないことで、ジェジェジェが AD のいない時間帯で無双するっていう戦略を取ってました。まあ、なんで、一応、もう、ノリ的にはね、まあ、今日パウガソルの後で話すけど、永久欠番セレモニーとかもあって、レイカーズノリノリな感じで行ってはいた
たんですが、そんなに点差は第3クォーターでは開きませんでした。ただ第4クォーターね、まあ前半の方はねちょっとグリズリーズが優勢かと思ったけど、まあ後半にかけてもう八村ちょっとね、あの第3クォーターまあみたいなところから第4クォーター、いや素晴らしかった、あれでいいのよ。ミッドレンジ決めてくれたらもういいよ。だって今日、まあ後でも話すけど、あの番長がちょっと厳しかったやん。シュルーダーからのピックアンドロールとか、あのフィニッシュのロブパスとかでフィニッシュはできてたんですけど、やっぱクリエイトができない。番長もどうしても前回のラジオで話した通り、無力化扱いをされてしまうんで、そういう観点で言えば同じポジションで無力扱いをされない八村っていうのは、今日の活躍をしてくれたらね、本当に素晴らしいと思います。今日は八村さん。よかったです。ってなわけで、勝利おめでとうございます。じゃあ、スタッツの確認も行きましょうか。あ、まあ、AD についてはね、まあ、もう言わないです。あの、3試合連続くらいでバケモンなんで、あの素晴らしいって感じですね。で、八村も別に言うことはないです。今日の活躍さえしていただければ、何も言うことはないっていう感じですね。で、トロイもね、さっき言ったね、ちょっと前半、ってしまったけど、3クォーターから上げてきてくれて、クラッチタイムも彼のディフェンスであったり、スリーポイント炸裂していたんで、素晴らしかったと思います。で、対して厳しかったのは、ビーズリーとバンチョだね。バンチョはさっき言ったからあれだけど、ビーズリーはもう入らないとあんな感じになっちゃうんだなっていう、今日はトロイとリーブスにプレイタイムを奪われてたっていう形になりましたね。はい、シュルーダーいいね。相変わらず確率悪いんだけどさ、なんか4クォーターから最近上げてくるよねっていうのと、まあディフェンスだったりハンドラー、いや今日もお疲れ様でした。まあ負担をちょっと負わせすぎてる部分もあるんで、まあまあこんな感じだと思います。でリーブスね、リーブス、いやツイッターのね名前出さないかのとある NBA レイカーズ女子もね、あの叫んでたね、うますぎーみたいな。多分俺ハイライトで使ってると思うから、ぜひハイライトショーツの方でリーブスの活躍は見てください。まあ、ゲブリエルはね、まあまあ、ちょっと4クォーターでおって思ったのは、AD と2センターを1回敷いてたんで、ちょっとジェジェジェが暴れてた時間帯で、そこを止める役割、まあ、担ってたぐらいだったと思います。まあ、素晴らしくはなかったかな。まあ、ロニーっていうのも、ちょっとやっぱリーブスに吸われちゃったね、今日の活躍っていう点においては。レイカーズこんな感じっすね。対してグリズリーズはね、なんかもうジェジェジェに、もう AD の役をやらせたいんだなっていう気持ちしか伝わってこなかったね。まあ、そりゃそうよね。ジャガいなかったらそうなっちゃうよねって感じ。はい、まあ対してね、あとはもうみんなきついやん。ディロン・ブルックスに関しては俺ボール持ったら、あ、シュート打て、ブルックスお前はコービーだ、いけいけいけっつって、はい、あのちょっと俺多分グリズリーズファンだったらブルックスのこと死ぬほどいじってると思うよ。ちょっとひどいひどいね。あ、ディフェンスはもちろんいいよ。ディフェンスはあのオールコートでレイカーズのハンドラーに当たってんのは素晴らしいんだけど、オフェンスで穴になりすぎ。まあタイアス・ジョーンズとかもね、要所でいい、あのゲームメイク、あの試合は壊さないんだけど、じゃあゲームチェンジャーかって言われると、ジャには投稿及ばないよね。あの違う良さがあるから彼が控えっていうのはいいんだけど、スタメンだとねっていう感じではあります。まあベインとかももうちょっと活躍してほしかったけどねっていうところですね。あとまあゼイビアなんかもね、前半で褒めましたけど、ディフェンス素晴らしかったと思いますね。やっぱクラークがいないってなるとゼイビアが頑張るしかないんで、いや本当いい選手だと思いますね。まああとアルダマなんかも良かったけど、やっぱ AD 止めるディフェンス力がないんで、ファールトラブル陥ってしまったっていう形じゃないですかね。まあケナードとかもね、もうちょっと爆発してほしかったですね。はい、という感じで9位になりました。あ、まあまたいっぱいでも負けようもんなら落ちちゃうから、あんまいい気になれもしないんだけど、いや、あのプレイン圏内になったら多分今シーズン初だという気がしますので、素直に喜んでおきましょう。で、本日のアフタートークなんですけど、まあ本日の試合の裏ではないんですけど、まあサブテーマというのはパウガソル永久欠番というところで、おめでとうございます。コービーの8番と24番に挟まれて16番が永久欠番になったっていうところで、レイカーズ欠番多くなりすぎてるね。いや、まあでもガソルはそれに値する選手なんでね。レイカーズ時点のガソルっていうのは、僕は正直あのドワイトメア2012-13だったかな、ハワードが来た時にわちゃわちゃになったぐらいのガソルぐらいの記憶しかないんで、レイカーズでのガソルのその記憶はあんまないんですけど、そこからブルーズ行ったりとか、まあオールスターね、兄弟で選ばれてるもしてて、すごいもうスペインの英雄と呼ばれてる選手なんで、まあここは素直にね、もうおめでとうございますって感じね。まあちょっと気になったのは、奥さんが綺麗すぎるかなっていうところで、はい、嫉妬の対象でございます。はい、おめでとうございますというところで、本日もお疲れ様でした。次のラプターズ戦がね、いや意外ときついと思うよ。あのヤコブポートル入ってきてラプターズ超強くなってるから、はい、あの10位以上の力を今ラプターズは持ってると思うんで、まあ気を抜かずに2日休みがあるんで、まあ、D ローはさすがに戻ってくるよね、お前。さすがに戻ってこなかったらちょっと文句言うよ。俺まだ文句言ってないから、D ローが戻ってこないことに対しては。まあ、っていう感じで気を抜かずにっていうのと、僕これからディズニーランドに行ってくるんで、昨日シーンに行っててツイッターとかで上げてたけど、はい、ランド行ってくるんで楽しんできます。女の子3人で行ってきます。うち1人母だけどね。っていう感じで今日もありがとうございました。さよならす。じゃあランド行ってくるわ。